お笑いコンビダウンタウンの松本人志さんが週刊誌の記事をめぐり発行元の文藝春秋などに多く5000万円の損害賠償を求めて裁判を起こしたことが分かりました文藝春秋が発行する週刊文春では松本さんに飲み会で性的な行為を誘導されたとする女性の証言が掲載されましたこれを受けて松本さんが文藝春秋などに対し 損害賠償や訂正記事による名誉回復を求めて5億5000万円の損害賠償を求める裁判を起こしました松本さんは裁判に注力したいとして休業を発表していて代理人弁護士は記事に記載されているような性的行為やそれらを強要した事実はなく性加害に該当するような事実はないということを明確に主張し立証してまいりたいと考えておりますとコメントしています 一方、週刊文春の編集部は一連の記事には十分に自信を持っています現在も新たな告発者の方々のお話を伺い慎重に裏付け取材をしております提訴によって萎縮することなく今後も報じるべき事柄があればこれまでどおり報じてまいりますとのコメントを発表しています